身の体幹トレーニングを行って物足りないなと思った方、お待たせしました。今日は椅子を使ってヒップアップのトレーニングです。やりたい時に事務所やお家にどこでもこ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 こでも できます。細かいところを気をつければ細長くしなやかな筋肉になります。ちゃんと説明を聞いてから行った方より効果ですよ。概要欄に各説明や根本の時間帯を書いてありますので参考にして行ってくださいね。では早速始めましょう。
内側に来ると足の歪みが出てくるので、外側に行くも一緒で、足がうまく両方均等的に踏めないので、だからできれば自分のつま先の方にいてください。で、もちろん最後まっすぐになったらお尻一回キュッと締め込んで、背中の回しながら1、2、3お尻キュッと締め込んで、はい、これも8回お選びください。で、次3番目の動作いきます。で、3番目の動作、さっきと同じく足の角度はそのままで戻って右足前にして、はい、で、右のかかとと2人のつま先に合体してくださいね。で、あまり内側行きすぎると効果が薄いので、外側行きすぎも良くないから、ちょうどいい、ちょうどかかととつま先くっつくところ、はい、この動作は背中引っ張りながら右足、左足に沿ってで戻ります。で、次、右のつま先、左のかかと合体して踏みます。で、戻ります。合体して踏みます。はい、この動作とても難しいですよ。まず背中を伸ばして、今の位置にするとすっごい内側の筋肉力入れる。で、気をつけるところは足のここの角度です。はい、ここの角度は別に大きくしてもいいし狭くしてもいいけど、自分の足のさっき言ったこの股関節の柔らかさによってこの角度変わります。大事なのはこの股関節の三角のところ真横に向けてください。で、斜めになっちゃうと良くないし、まっすぐにしてくださいね。はい、で、背中伸ばしながら右足左足に沿ってくるときに膝できれば開いてください。はぁ、するとすっごい内側の筋肉きつくなってくるから。で、クローズすると全然顔の筋肉違うし、開いてください。で、沿ってまた沿って戻ります。最後ちゃんと膝伸ばしてお尻力入れる、背中伸ばす、すっごい感じるでしょ。だからちゃんと正しく行ってくださいね。はい、この筋肉細くしなやかなバレリナみたいな筋肉になりますよ。これは本当はバレエの動作です。さっきの動作もバレエの動作ですよ。はい、背中伸ばして沿って戻ってくる、行ったり来たり行ったり来たり8回行ってください。終わったら左足前にして、で、左足、右足を沿って、同じ外側を開いて、戻って踏みながら膝伸ばして、お尻キュッと背中伸ばす。で、戻ります。はい、ここも8セットやりましょう。で、最後の動作の説明です。はい。で、足少し後ろに立ってください。横から見ると、かかとから頭まで直線にして、両手ギリギリに、椅子に届くところが一番いいです。で、右足後ろに行って、で、かかと上げて1、2、3、4にしてください。で、これも8回行ってから左にします。1、2、3、4します。はい、一つもし自分は自分自身をいるときにスカートの場合は足そこまで開かなくていい、軽く開いて軽く戻ればいい。はい、で、効果は少し落ちるかもしれないですけど、ちゃんと正しく行えば大丈夫です。はい、細かいところを一回説明しましょう。まず最初言うか、背中はすぐにして両手ギリギリ届くところ、はい、戻るときにここ膝自分の椅子ぶつからないようにの距離を調
正して、まずこれにしてください。はい、次は、背中を伸ばしながら足できれば、大きくしてください。スカートの場合は別に小さめにしてもいいですよ。大きくして、で、ここ、猫背しないで、首、背筋を伸ばして、まずこれですごい感じるんです。と、右のお尻クローズして、股関節真正面に向けてくださいね。首伸ばしたら。で、後ろの膝できれば伸ばしてください。で、かかとを高く上げて、1、2、3、4の時に背中引っ張りながら、一気に、ウィッと上に来るんです。はい。で、4、5、6、7、8してから、また遠くまで伸ばして、1、2、3、4、5、6、7、8で、8回行ってください。お腹は左足同じ。1、2、3、4、5、6、7、8背中伸ばして、同じ8回行います。はい、説明ここまでです。OK、次本番行きましょう。1つ目の動作、スタンバイ。右足出してお尻クローズします。足高くしなくていいから、背中伸ばして首伸ばす。はい、スタンバイ。10回します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、からクーにして5秒。次、左足出します。上げます。背筋引っ張りながら、膝伸ばす。はい、戻ります。次、右足、もう一回。背中できれば伸ばす。10秒終わったら、一回休憩して、次、左足行きます。2回目。はい、休憩5秒してから右もう一回出します。背中しっかり伸ばして、膝伸ばすよ。終わったら一回休憩。左足出します。背中伸ばす。10回終わったら1回楽にして右出します。4回目いきます。はい、1回戻ります。左足。背中伸ばすよ。10秒します。はい、一回戻ります。5回目。背中伸ばすよ。はい、左足。お尻ちゃんとクローズして。戻ります。背筋伸ばして足膝伸ばす。同じ10秒にしてから。はい、5秒休憩して左足出します。7回目、あと2セットだけ頑張りましょう。背中できれば伸ばすよ。はい、お尻きつくなってますよ。綺麗なお尻になるため頑張って
て。OK、最後。伸ばすのは大事ですよ。はい、左足も最後、かかとから背中、首しっかり伸ばしながらやればいいです。はい、OK です。一つ目の動作終わりました。一回楽にして、次に2個目の動作を準備します。足開いてください。はい。つま先真横に向けたいですけど、無理やりしなくていいですよ。かかとの広さは肩幅にして。はい、曲げます。2、3。1、2、3。戻る。もう一回。2、3。戻ります。はい、3回目。1、2、3。1、2、3。膝、つま先の方にいてください。お尻、キュッと。膝、つま先の方。戻ったら、お尻、キュッと。背中、引っ張りながら足曲げます。戻ります。あと2回。最後、お尻、キュッと締め込んで。もう1回よ。はい、8回終わりました。ふう、一回楽にして、次、3番目の動作いきます。はい。体、一回楽にさせて、3番目の動作は、同じ足開いて、はい、右足前、左足後ろ合体して、かかととつま先、一直線、背中しっかり伸ばして、肩、押します。お尻、キュッと締め込んで、せーの、2、3。1、2、3。上、2、3。戻る。膝しっかり。1、2、3。しっかり踏みながら膝伸ばしてお尻キュッと。背筋伸ばすのは大事ですよ。はい、上げるときに膝開いてくださいね。クローズしたら内側の筋肉使えなくなるので。ちゃんと膝開いて、ちゃんと踏んで膝伸ばす。5回目。はい、つま先とかかと合体してくださいね。ふう、呼吸しながらやりましょう。ふう、吸って吐きます。はい、最後、8番目の動作。しっかり膝開いて、しっかり踏んで、はい、OK です。右終わりました。次、左行きます。一回楽にしてから、はい、左足前、右足後ろ、かかととつま先合体、お尻クローズして背中伸ばして、はい、左足行きましょう。膝開いて、しっかり踏んで膝伸ばす。お尻、息吸って吐きます。2回目。膝開くね。かかととつま先合体、吸って踏んで伸ばす。吸って吐きながら踏んで伸ばす。膝開くよ。5回目。全部で8セットあります。はい、あと3回。背筋伸ばすよ。最後、頑張れ。息吸って、膝開いて、踏んで、ふん、吸って、吐きながら踏みます。膝伸ばす。はい。3番目の動作終わりました。一回楽にしてください。は、お尻しっかり時間しますね。体楽にしてから。はい、4番目の動作。行く前に、膝、吐かしてください。で、足ぶつからないように、
ちゃんと距離を測して、足遠くまで伸ばしていきます。かかと上げます。1、2、3、4。背筋伸ばして。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3。背筋伸ばす。膝高くして。しっかり後ろに伸ばして。背筋伸ばす。頑張れ。5回目。ちゃんとかかと高くして伸ばす。7回目。肩押すよ。肩緊張しません。肩押して首伸ばす。はい、8回終わりました。右足楽にして。はい、腰疲れたね。ふーっと。はい、左足遠くまで伸ばしていきます。背筋伸ばして肩押す。1、2、3、4。はい、足を後ろ行きます。伸ばす。はい、左のお尻クローズしてね。うい、背中。肩押して首伸ばす。かかと踏んで踏んで踏んで伸ばす。6回目。はい、最後の2回。背筋伸ばして、はい、 OK です。から楽にして、はあ、4セットしっかりすれば本当に内側の筋肉も疲れるので、体一回楽にさせてから仕事を戻ってくださいね。ふう、とても気持ちいいですね。お疲れ様でした。いかがですか？お尻に効いてる時間がありましたが、キュッとあなたヒップになるだけでなく、足腰も強くなりますよ。もっと足腰強くなりたいですか？来週の椅子を使った体幹トレーニングは腰にフォーカスして行います。どうぞお楽しみに。この動画がみんなにお役に立てましたら、チャンネル登録やシェア、いいねお願いいたします。感想や質問がありましたらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。初めて私のチャンネルを見る方へ、私は台湾出身で日本に住んでいるダンスインストラクターです。私は石川県金沢市市名の八五線沿い。スタジオでダンスを教えています。毎週金曜日、バレリーナのバーディーラインを目指す体幹トレーニングを YouTube で配信しています。動画を頑張って作っていますので、応援よろしくお願いいたします。